後ろは、ゆるっとしたスタイルなので、顔周りは少ししっかりめに巻いて動きを出していきます。こんにちは、リプレイヘアデザインの、ふみこと申します。今日は、32mm と、28mm のコテを使って、今日もとっても簡単なアレンジスタイルをレクチャーしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、表面に動きを出していきたいので、表面にだけ少しウェーブを入れていきます。前から後ろですね、後ろで分け取って2、3センチぐらいの厚さで大丈夫です。でこれを、2つに分けて巻きを入れていきます。で頬ぐらいの高さですね、頬ぐらいの高さで、内巻きを入れていきます。内巻きを入れて、でその上に、外ハネになるようにコテをひっくり返して入れていきます、こういう感じですね、こういう感じです。でこの隣も一緒です。でこういう感じですね。でこちらも一緒です。全体的にバーブなどをしっかりと揉み込んでいきます。で後ろで一つに結んでいきます。で顔周りは、遅れ毛を、少し残していきます。で後ろで巻いたところがあんまり崩れないように、1本で進んでいきます。ちょっと耳にかかるようにゆるっと縛っていきます。この巻いたところがあんまり崩れないように意識して縛っていきます。で前もちょっと巻いたところを浮かされるように引き出しをしていきます。次に、結んだ部分を三つ編みにしていきます。で毛先は最後の一巻きで一回折り返します。こんな感じです。でゴムで結んだら、少し長めのリボンですね、長めのリボンで、こちらを結んでいきます。結んだら、後ろに持っていって、内側にですね、内側に折り返していきます。で一度ゴム部分にリボンを巻きつけます。最後リボン結びですね。こんな感じです。最後遅れ毛を巻いていきます。フォワードとリバース、ランダムにミックスに巻いていきます。後ろは、ゆるっとしたスタイルなので、顔周りは少ししっかりめに巻いて動きを出していきます。
で最後バームなどをつけて、スプレーなどで固めて完成です。こんな感じです。表面にウェーブの巻きを少し入れて、まとめて開いた時にゆるっとした動きが出るのと、あと、後ろがゆるっとしたスタイルなので顔周りはしっかりと細かく巻きを入れて動きの出るスタイルにしました。今回もとても簡単なスタイルになっておりますので、皆様もぜひ挑戦してみてください。最後までありがとうございました。